大人のくせに意気地なしだね。早く下ろせ。まだ飛び始めたばかりなのに。ほら、あなたが子供の頃に夢で見た景色だよ。見たくないの？商人がおどおどと目を開けると荒れ狂う川の景色が飛び込んできた。なんだこの荒波は。一体いくつの船を飲み込んだのか。天地を飲み込みそうな怒涛が押し寄せ、商人の記憶を呼び起こす。ああ、この川だ。俺の父さんや母さんをあのタコと一緒に俺の子供時代を奪っていってしまった張本人だ。商人の表情は毅然としたものに変わる。長年体の内でくすぶっていた夢が再び蘇ったのだ。くそ、俺としたことがこの川を征服するって決意していたのに、すっかり忘れるところだった。二人を乗せたタコは曇り雲の中を飛び抜ける。商人は風に吹かれながら何かを覚悟したように遠くを見つめていた。座敷わらしよ、このまま向こう岸まで飛んでくれないか。もう怖くないの？ああ、昔の自分に負けるわけにはいかないだろう。気をつけて加速するよ。